小林国夫も、まあ、やり尽くしたから、うん、私の今の話が聞けるの、うん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 、やり尽くさなかったら、うん、山田富美男も分かんないし、うんね、今私が言ってる旧会員の話も、うんうん、あなたが聞いた小出新吉の話も分かんない、うんうんうん、だからそのやっぱり我々が経験してきたそのことをいかに次の世代の人に伝えられるか、うん、そういうことですよね、という仕事にな来てんじゃねえか、今そうなの、今はそうですよ、そう、それしかないですよね、うん、それはそんな気がする、うんね、うん、だからやっぱりこの年になっていろいろしてみて、うん、やっぱり吉田松陰の本読んだりなんかするっていうのは、うんうん、やっぱり次にどういうふうにして人に、そう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 、次に教えていくのかな、そうそうそう、ね、自分の志を、うんね、志を受けて受け継いでいく、もうね、うん、もう俺は殺されちゃうかもしれないということがあったけど、うん、多くの人に自分の考え方を伝えることによって、うん、松陰が、ね、うん、幕末の威信を変えて、うん、それだけの考え方が今に生きるわけだよな、うんうん、だから彼のすごいのは、核、うん、すれば核、うん、なることと知りながら、うん、やむにやまれぬ大和魂、うん、なるほどね、投獄されちゃうだろうと、うん、これやったら投獄されるけども、うんうん、やっぱり自分の魂の叫びがやらざるを得ないんだと、うんうん、そう言ってますよね、うんうん、そうそう、だからそういうことをやっぱり我々も、うん、やっぱり盆栽人として何を次の世代に伝え残せ、うん、残してい、いかなければならないか、うんうん、っていうことを考えなきゃならない、うん、そうだろうね、そういうやっぱりまあ、立場で我々はおかげさまで、うんうん、やっぱり先人育ててもらったんだよ、そうだろうね、な、うん、だから何代にしてみたって、うん、やっぱり片山一という、うん、そういうきっかけを作って、うん、我々に飾りという、うん、何たるかを教えてくれたことによって、うん、飾りの本堂である盆栽の美とは何か、うんうんうん、ということを極めることを、うん、片山一は我々に教えて、うん、置いてってくれたんじゃないかな、そうだろうね、うんうん、だから今海外でもかなりその剣道には興味持ってますよね、うん、ものすごい興味、うん、な、ジン君、はい、盆栽に剣道はかなり持ってるわな、うん、そうですね、今ね、この間もメキシコ の、うん、あの新会卒業した弟子と、うんうんうん、あの剣道をぜひ教えてほしい、なるなる、親方、うん、に飾り方を、はいはい、確認してまして、はい、彼もすごく、うん、あの剣道に一番興味があるそうで、うんうん、我々だって剣道で、まあ、片山永中に飾りを漁ったから、あるいは盆栽の美を極めるというところに目覚めたんかもしれないよ、うんうんうん、そうだろうね、ね、うんうん、だから飾りを教えるってことは大事なことなんだな、うん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 、まあそういう意味で俊賢さん、うん、剣道は頑張ってくれ、まあ、大変な重責だけど、うん、いやいや、あなたはもう身についてくから大丈夫だよ、うんうんうん、そんであなたの持っている、うん、今までやっぱりやってきたことで十分剣道は広められる、うんね、うんうん、そしてその剣道を広め、うん、そしてどれだけ多くの人に伝えられたかが、うん、あなたの仕事だよな、そうだね、私は片山一夫の剣道というものを、うん、盆栽界に伝えることが私の剣道だったんだからね、盆栽人に盆栽人に剣道を教える、うん、盆栽人というよりも、うん、盆栽の専門家だね、うんうん、盆栽の専門家に剣道を教える、うん、これが私のね、うん、最大の仕事だったんです、うんうんうん、ね、うん、要するに舞台もない時に教えられないんだ、うんうん、そりゃそうだな、だから商売人にこういう舞台をね、うんうん、提供し、うん、そして商売人にここへ飾ることを、うん、教えたのがやっぱり私の、うん、まあ、あ、剣道の二代目としての仕事だったような気がするよね、うんうんうん、だから剣道で お弟子を持って育てるということは私にはできなかった、うん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 、それはやっぱりそれだけの私には、うん、あ、まあ、時間も気量も足りなかった、うんうん、時代がやっぱりそういうこれ時代ってのも関係するかもね、関係する時代が求めない、時代が求めないとね、結局そうだと思うんだ、何でも、うん、そうそうそう、時代が求めるもんだよ、そうそうそう、うん、